とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ。釣竿の使い方を説明していきたいと思います。結構コメントでね、釣竿の使い方を聞かれるんですけども、今日はそれを説明しますね。まず、釣竿ですけども、敵を引き寄せてスタンさせるっていう能力があるんですけども、それ以上に、連射コントローラーを使って連射をする。で、それに武器を合わせると、超高速で攻撃をすることができるようになるんですよね。で、この、コントローラーが、連射速度によって、できるやつ、できないやつがあるみたいなんだよね。俺のおすすめは、堀です。堀製品の、連射コントローラーだったらば、何でもできると思います。多分ね、スイッチでも、プレステでも、パソコンに繋いでるやつでも、堀のコントローラーだったらば、俺の場合できてますね。できてるので間違いないと思います。海外製品とか結構壊れやすいので、まあコントローラーは俺は堀製品が一番おすすめですね。はい。で、この連射しながら攻撃するやつなんですけども、できる武器、できない武器があります。それをちょっと覚えておいてください。まず、ダメな武器ですね。ダメな武器は、基本的に攻撃速度が遅いやつは、この釣竿連打ができません。クレイモア、怒り、ハンマー、そして棍棒、魂のナイフ系、そしてグレイブ、で、黒曜石のクレイモア、星なき夜ですね。そしてスイフトストライカー、ムチ。これが、釣竿連打ができない武器になります。まあ、例えば、コンボをつけて使いますと、こんな感じになるんですよ。カタ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 ってなるだけで、別に攻撃をしない。まあ、これが失敗例ですね。うん。できない武器はこういう風な動きになります。んで、もう二種類ありまして、キノコを食べないとダメなやつと、キノコなしでもできるやつ。その2種類があります。まず、キノコありのやつですね。キノコありのやつは、槍、両刃斧の、ツルハシ、誕生と終焉、刀、スポンジストライカー、テンペストナイフ。これですね。この、今言ったやつは、釣竿プラス、キノコがないと発動しません。今、これ。ツルハシを装備してるんですけども、キノコを使わずに振ってみますと、こんな感じになります。これね、攻撃してないんですよ。してそうだけども、ほら、攻撃してないんですよね。これキノコを入れないと意味がないんですよ。キノコを入れますと、こんな感じで、攻撃をすることができます。はい。キノコありは、槍、両刃斧の、ツルハシ、誕生と終焉、刀、テンペストナイフ、スポンジストライカーですね。これも覚えておいてください。で、キノコなしでも発動するやつがあります。それが、ソーブレード、そして剣、斧、メイス、スタッフ、そしてサイス、拳系、ダガー、レイピア、となっております。今言ったやつは、キノコなしでも発動します。剣でいきましょうか。今、キノコ使ってませんよね。この状態でも、攻撃をすることができます。まあ、できれば、キノコなしで使える武器を、釣竿と使った方がお得です。キノコありだったらば、釣竿とキノコ、もう2枠、埋まってしまいますので、ちょっともったいないよね。釣竿だけだったらば、もう片方に、カバンとか、あとはドラとかね、そういうのを入れていけるので、強いと思いますね。で、あとね、もう一種類ありまして、旋風と衝撃波だね。旋風と衝撃波が連続で発動する武器っていうのがあります。それがね、3種類ありまして、ツルハシと、サイスと、ソーブレード。この三つですね。ツルハシは、キノコはいりますけども、ソーブレードとサイスは、キノコは必要ありません。
まあ、さっき、鶴橋で攻撃したから分かると思うんだけども、鶴橋、キノコを食べて、釣り竿で連打すると、こんな感じになります。で、衝撃波が、もうビームのように発射されます。これ、むちゃくちゃ強いです。むちゃくちゃ強い。で、旋風まで入れとけば、密着した時に、武器ダメージプラス、旋風ダメージプラス、衝撃波ダメージ。その3つのダメージが高速で当たるので、とんでもないダメージを叩き出すことができます。うん。この、衝撃波のビームはすごいよね。で、サイスは、ちょっとね、ビームが遅めなんですよね。サイスのビームは、こんな感じです。うん。ツルハシに比べると、まあ、半分ぐらいの遅さになるのかな。うん。でもまあ、キノコを食べなくていいので、お得ではあります。これも同じく、旋風を入れとくと、武器ダメージ、衝撃波ダメージ、旋風ダメージと、3つのダメージが一気に出ますので、かなり強いですね。で、そしてもう一つ、ソーブレード。これね、普通にやると、衝撃波出ないんですよ。でも、出し方があって、これね、振ってる間に、一度キャンセルして、ボタンを離して、すぐに押します。そうすると、出ます。出し方のコツがある。なんか、今日あれだな。ガシャーンってなるときに、ラグってなるね。なんだろうね。うん、まあ、とりあえず、ソーブレードは、こんな感じで、衝撃波を出すことができます。ちょっとコツがいるので、練習してみてください。はい。ということで、今日は、この釣り竿の使い方の説明でした。結構、コメントで多かったので、今日は説明をやってみましたね。3種類ありまして、使えないやつが、クレイモア、怒り、ハンマー、そしてコンボ、で、ソウルナイフ系、グレイブ、星なき夜と、スイフトストライカー、ムチ。これですね。これが、釣り竿が使えない武器です。そして、キノコを食べると使える武器が、槍、両刃王の、ツルハシ、誕生と終焉、刀、スポンジストライカー、テンペストナイフ。これが、キノコを食べると発動するタイプですね。そして、キノコなしが、ソーブレード、剣、斧、メイス、スタッフ、サイス、拳系と、ダガー、レイピア、ですね。はい。まあ、こんな感じなので、覚えておいてください。で、ちなみに、レーザーですね。衝撃波レーザーが出るのは、ツルハシと、ソーブレード、サイス、この3種類です。はい。まあ、連射コントローラーがあったらば、やってみるのもいいのではないでしょうか。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。